去年1年間に県内で発生した刑法犯の認知件数が17年連続で前の年を下回ったことが分かりました。また、統計開始以来、過去最小を7年連続で更新しています。県警の発表によりますと、去年1年間に県内で発生した刑法犯の認知件数は前の年から1782件少ない 1>, 1万7,877件で17年連続で減りました件数が減った要因について警察は防犯カメラやドライブレコーダーなどハード面の整備が進んだことや市民の防犯意識が高まったことなどが考えられるとしていますまた嘘の電話で現金などを騙し取る特殊詐欺の認知件数は251件 被害額はおよそ4億5900万円となり、いずれも前の年に比べて大きく減りました。警察は今後も高齢者に重点を置いた啓発活動や金融機関との連携を強化するなどして、詐欺被害を防ぎたいとしています。